みなさんこんにちは、スプレーアートでのべるちゃんです。今日の話は今まで何が一番大変、一番辛い、私の経験としてね、日本に住むことについて。辛い時もあったね、まだたまにがあります。日本はね、基本的にめっちゃ住みやすい国だと思います。全部ね、よく誰も間違えないように作られてる。例えば、市役所とかにね、住民票とかわかんないけど、なんかいろんな書類を出すときに、全部ね、順番が書いてある窓口1、2とかも全部、電車もの簡単だし、なので本当に住みやすい。その中で何が一番辛かった？家族が遠いこと。メキシコに行くには、飛行機ね、乗らないといけない。で、その飛行機は、でも13時間とかね、16時間とか、長いですね。あと、チケットも結構高い。なので、なかなか、帰れない。帰れないね。なので、家族と離れるのはね、あれは一番辛かったかな。あとね、電話できるけど、逆？時間が本当に逆なので、例えば朝の10時だったら、私の家族夜の8時なんか本当に逆なので、なかなかなんかそれも喋るのは難しい。ということで、皆さんなんか面白い、この動画面白いなと思ったら、いいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメント、質問、住み家具とか何かがあれば、ぜひコメントにね書いてください。仕方で、アディオスアミゴス、ありがとうね、アディオス。